アーケードカードとは、日本電機ホームエレクトロニクスが1994年3月12日に発売した PC エンジンの周辺機器である。CD-ROM2 は、CD-ROM から必要なデータをバッファラムと呼ばれるメインメモリに転送して使用する仕組みになっており、最初の CD-ROM2 システムでは、バッファラムが5 1 2 k b ット、スーパー CD-ROM2 システムでは2 m b ットだった。 それを1 8ガビットに増強するために用意されたのが、アーケードカードである。CD-ROM2 システムを、接続済みの PC エンジンのハカードスロットに挿入し、使用する。システム構成は、従来のスーパー CD-ROM2 システムの2メガビットの、s r a m 2 6ガビットの D-RAM を追加する、ことで、計1 8ガビットのバッファラムに増強したものである。CPU やチップ。 音源の追加といったハード自体の機能追加は一切行われていない。システム BIOS はスーパーシステムカードバージョン3.0のまま末置きであり、特にバージョンアップはされてはおらずソフト側がメモリの増強の有無で判別して使用された。このためアーケードカードを挿入して起動しても電源投入時の起動画面はスーパー CD ログ2システムと同一のものである。 扱えるデータの量は格段に増えたものの CD-ROM ドライブは等速のままだったため比例して1回のロード時間が長くなるケースが多くソフト側はこれまで以上にロード時間短縮のための技術的努力が必要であったアーケードカードプロアーケードカードディを導入するシステム本体にスーパー CD-ROM2 用のにメガビット SRAM が内蔵されているかどうかの際に対応するため 二種類のアーケードカードが発売された。両者に機能的な際はない。当初は1993年12月の発売が予定されていたが、アーケードカードに利用する4メガビット D ラムが世界的に品薄となったため、供給に必要な数が確保できないとの理由により、一度発売が延期されている。これにより同時発売予定であった専用ソフト第一弾、ガロー伝説にも、 本製品に合わせて発売が延期されている。商品名からもわかるように、本製品の登場の背景には当時ブームとなっていたアーケードの対戦型格闘ゲーム人気が大きく影響している。そのため発表された専用ソフトにはネオジオで人気を博していた格闘ゲームが名を連ねたが、バッファラム増強による効果は他にも期待できるため、格闘ゲーム以外のタイトルも発表された。 また、アーケードカード専用ソフトの他にも、アーケードカードを使用すると、従来のスーパー CD ログによりも快適にプレイできたり、映像や音声が強化されるといった、アーケードカード対応ソフトもいくつか発売された。しかし、発売当時は、同年に発売されることとなる、次世代機の情報が公開され始めており、高額な価格設定とも相まって、 かつての CD ログにからスーパー CD ログにへのような普及には至らず、発売予定であった天外魔教3も NECHE の次世代機であった PC、FX 用ソフトへ移行するなど、最終的に発売された専用ソフトは、わずかな本数となった。田ブタ夫は、コンマ数秒のアクセス時間のためにわざわざ、アーケードカード対応にしていくと制作の現場にも負担がかかるし、 また値段の面でユーザーにも負担をかけてしまいますと現行のスーパー c d ロムのスペックは今後も十分通用するものとして意見を出している。スーパー c d ロムにソフトのうちアーケードカードで起動すると動作に変化があるもの。当初はアーケードカードディオに相当するものだけをアーケードカードとして発売し CD-ROM にシステムユーザーには スーパーシステムカードとアーケードカードの2枚を同時に挿入する拡張ユニットが用意される予定であった。しかし、発売前にコスト面などから製品構成の見直しが行われ、2種類のバリエーションでの発売となる。この形状のものは他に、ポピュラス、ストリートファイター2ダッシュ、スーパーシステムカード、10の声バンクがある。通常のハカードよりも容量などが大きいものは、 プリント基板の面積が広いため、カードの強度を補強するために採用している。レーザーアクティブは、ハカードスロットの形状の関係から、厚みのある、このタイプのハカードは抜けなくなる可能性があるので、注意が必要である。これらのゲームのオリジナル制作元である、SNK は、移植許諾だけでなく各タイトルの内部データも、提供している。これは当時、SNK が、 ネオジオ CD による CD r o m 供給を計画しており、ハドソンの持つ CD r o m 製作のノウハウと交換する形で両社が技術提携したからである。同作は結局 PC-FX でも発売されず、長い沈黙の後、2005年にプレイステーションに用ソフトとしてようやく発売された。ヒッポンスーパー第9巻。株式会社宝島社。P62。 ありがとうございます。